どうもお疲れ様です。なんか福島の原発の事故で事故処理に使った水があるじゃないですか。あれがね、汚染水から処理水に変わって海洋放出されたのが今月のことなんですけども、まあそこに対してね、大きく2つの、まあ賛否両論は何でも起きるんですけども、科学的にもう大丈夫だから安心してこれ流していきましょうっていう論とね、いやいやでも放射線の事故でいろんな有害物質が入ってるからきちんとエビデンスがしっかりするまで海洋放出しない方がいいんじゃないかなっていう流れがあってね、2者に分かれるわけなんですよ。で、両方とも感想なんですよね。なんか声高に叫ぶ学者さんもどっかの科学者とかいう方もコメンテーターも別にその海洋放出する水をコップに一杯でも汲んできてね、リトマス試験したらしてこうやって見たわけでもなんでもないんですよ。どっかに書いてあることとか誰かが言ってることを総合して不安だなと思えばちょっとね、海洋放出反対にもあるし、まあ大丈夫じゃないの、俺別にそこに行くわけじゃないし、なんか害が出るにしても100年後200年後でしょって思えば流すことに賛成だしみたいなね、だからそれに対してエビデンスがないとか言いますけどもね、エビデンスなんてそもそも誰もわかんないんですよね。で、まあ、エビデンスをもしね持ってくるとしたら誰かの感想なんですよね。IAEA の調査したその感想がエビデンスになるみたいな、まあ、つまりそれってあなたの感想ですよねって言って、まあひろゆきさんとかね、ホリエモンとかが裏付けとかソースを求めるじゃないですか。まあ前も言いましたけど、裏付けとかソースの先にあるのも誰かの感想なんですよね、で、まあ大体アンケートとかね、それによって、学者がどう判断したかっていうその人の個人的感想で、なんかどこまで言っても人の感想なんですよね世の中ね。その感想によってなんか人が別の感情とか感想を持って、エビデンスはって言ったらね、結局持ってくるのは誰かの感想というねまあこうなったらね、なんかこう感想っていうと私が思い出すのはある日ね、幼い頃海に行って海岸に白い卵みたいなのが落ちてたんですよ。ああ何の卵だろうと思って触ってみたら、なんか犬のうんこが乾燥して真っ白になっていたんですよね。このうんこが乾燥してきたのちょっとそれからね気をつけないといけないなってことで、犬のうんこはね乾燥すると白くなりますんで卵にそっくりです。ご用心ください。まあ、今回の感想はそんなところですね。